一番線の PM01 がついて潮型巡視船は海上保安庁の巡視船の船球。分類上は PM 型、交渉船系は500トン型。配置替えに伴ってネームシップが解明したことから夏井型巡視船とも称される。新海洋秩序の確立を目指して1973年に開幕した第三次国連海洋法会議を通じて、 沿岸から200海里以内に所在する資源の管轄権を認める排他的経済水域の概念が提唱された。1974年の同会議第2会期において排他的経済水域概念は会議参加国間でほぼコンセンサス形成に成功し海洋法条約第5部に排他的経済水域制度に関する規定が設けられるに至った。日本ではもともと 海洋資源活用の観点から、領海は3回里とするよう主張してきたが、この数制を受けて、姿勢を転換し、1977年に、領海法及び漁業水域に関する暫定措置法を施行。領海が沿岸から12海里に拡張されるとともに、200回里の漁業水域が設定された。これによって、海上保安庁の警備すべき面積は、領海だけでも4倍。 漁業水域も含めると50倍に拡大した。また1978年4月には中国漁船による尖閣諸島領海侵犯事件、また竹島周辺海域でも韓国側により日本漁船に対して退去勧告がなされるなどの事件が重なり対応体制の確立が急務とされた。当時、主権回復直後に整備された350トン型 PM が 更新時期となっていたが、これらの情勢を受けて、大体となる巡視船は一回り大きく単行性に優れたものとされることになった。これによって建造されたのが本型である。本型の設計は350トン型巡視船の系譜に属しており、その最終発達型であるビホロ型の拡大改良型とされている。350トン型シリーズは改良。 発展に伴って、順次に船型を拡大してきたが、本型ではとうとう総トン数が500トンを超えたことから、交渉線形は500トン型に変更された。主機関は、改め4から350トン型と、同じく短期出力1500馬力の4、サイクルディーゼルエンジンである、新潟 6M31EX 内市富士6、SD32H の2機配置を踏襲している。 排水量が15トン増大したものの、全長を4.4メートル延長するとともに、戦士水切り部を補足して水抵抗が減少したことから、速力は18ノットを維持できた。なお八番線、クワノより、操打室に、機関監視室を設けている。船体は対抗理構造化されており、また十番線、ソラチは、北方配備が予定されていたことから、さらに強化されている。 会員居住区を機関区画前方に集約したのは、改め4から350トン型と同様であるが、船体の延長に伴い、上甲板上に配置されていた、諸室もできるだけ船体内に移動した。機関室通風灯を化粧煙突内に収めるなど、作業面積を拡大するとともに、甲板機械の操作性の改善や、自動操舵装置など、諸作業の合理化を図った。 また居住区の拡大、完全冷暖房化、給湯装置、寝台の大型化、調理室の近代化など居住性の向上も図られた。なお7番線、伊佐津は、配属当初海上保安学校の練習船を兼務していたため、後部上構内が大型化されている。兵装としては、新装備の JM61M20mm 多重新機銃を搭載した。また、レーダーとしては、 改め4から350トン型と同じく、X バンドの JMA-159B を2機、搭載している。ありがとうございます。